ウマンチュ広場の時間です。今日のトピックはこちら、沖縄の伝統芸能が子どもから大人まで楽しめるエンターテインメントに、シップオブザ琉球舞台公演が今年も始まります。さあ、このシップオブザ琉球は世界に誇る沖縄の伝統芸能にエンターテインメントの要素を取り入れた新しいスタイルの舞台公演として平成24年度から毎年開催されています。特に組踊りや流舞などは内容が難しい、敷居が高いと感じている若い世代の方にも分かりやすくて楽しく見られると毎年好評なんです。その注目の舞台公演が間もなく始まります。今年は5つの演目が予定されていますが、それぞれの見どころを出演者のコメントを交えながらご紹介します。まずはレキオス王朝伝、パワフルに進化したエイサーや民族芸能をダイナミックにアレンジ、琉球統一を成し遂げた小橋と彼を取り巻く人々の歴史絵巻が繰り広げられます。レキオス王朝伝、お楽しみください。続いてルンルンバルーン琉球舞踊、バルーンアートと琉球舞踊が出会ったら心躍る夢の世界が生まれました。客席も一緒になって楽しめる遊び心いっぱいの体感型の伝統芸能です。ルンルンバルーン琉球舞踊、見に来てね。ルンルン。お次はミッドマン、沖縄発祥の空手と日本の伝統的な和太鼓、そしてコメディーがまさかの合体。観光気分で沖縄にやってきた謎の異星人ミッドマンが巻き起こす笑いと拍手のドタバタ劇に目が離せません。宇宙人のミッドマンたちは宇宙船が壊れてしまって困っています。ぜひですね、10月6、7、8見に来てください。天武ソウルです。こちらはハリウシカリウシ恋するシーサー、300年の間屋根の上から島を見守ってきたシーサー夫婦の恋の物語。苦しみや試練を笑いと優しさに変え、たくましく生きる沖縄の人々の姿をコミカルに描きます。最後は沖縄さんさん、恋物語がとびきりハッピーな沖縄版ミュージカルに、恋に落ち結ばれる2人とたくましく生きる人々の暮らしを島々に伝わる歌と踊りで描いた新感覚の沖縄芸能です。皆さん見に来てください。沖縄サンサン。いやー、どの演目も子どもから大人まで楽しめそうですよね。チケットに関するお問い合わせはご覧のホームページまたは直接お電話で確認してください。ここで一人一人が今日からできること、この機会にぜひ会場へ足を運んで私たちの身近にある伝統芸能の魅力を見直してみませんか。続いて県からのお知らせです。県では平成31年秋に開催する第43回全国育樹祭の大会テーマ、シンボルマークおよびポスター原画を募集しています。詳しくはご覧のところまで。県立農業大学校では平成29年度夜間農業講座受講生を募集します。詳しくはご覧のところまで。県では10月13日金曜日に第46回採石業務管理者試験を実施します。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。ウマンチュ広場はインターネットでもご覧いただけます。ぜひチェックしてくださいね。それでは来週もお会いしましょう。一平二平デービルー。